この時間はもっと楽しく感じるままに、技術の日産自動車グループ。21世紀へ乾杯、キリン。パナファコムとご覧のスポンサーの提供でお送りします。皆様見ていただけましたね、清原のホームラン。本当に波のルーキーじゃないです。すごいホームランだったですね。いやー、もう一回見ましょう。高さ距離、豪快なホームランですね。フォークボールかなんかじゃなかったでしょうかね。フォークですかね。田淵応援団長すぐにインタビューに飛んでったと思いますので、いずれその辺は聞いてくれると思います。もう大忙しですが、いやしかしこの辺で、いやこの腕をね縮めてね、曲がってますよね。なかなか新人でこれだけのバッティングできる人はいないんじゃないでしょうかね。ホームラン競争でも田淵の6本を超えて7本打ったというんですから今ベンチから呼ばれていきましたね。まもなくインタビュールームのところ行くかも分かりません。18歳のルーキー、はい、どうぞ。来ましたよ。田淵さん忙しいですね。素晴らしいホームラン打った。どうですか感想、まず一言。もう最後です。狙ってた。もう初球から先三振したんでね。それは江川投手が三振したよね。初球球種何、江川さんですか。いやいや、今ホームラン、ちょっとチェンジアップ気味の球と思うんですけど、ね、いやあれはね、遠藤投手の最高のフォークボールですよ。決め球のあれ打っちゃうんだから。もう入ったと思った最初。いや、どう切れるかなと思って。今日両親来てるでしょ。えらい今日はほころんでますな。帰って乾杯する今日家で。そうですね、はい。だけどもう一本打ったら MVP よ。もうできることだね。だけどバッティングでね、10本中10本こうやったね、7本でしょ。どこにそんな力ある。いやもう母さん条文読んでくれ。正解ですね。いい答えでした。どうもおめでとう。今日は頑張ってこれからということでございます。はい、田淵さんありがとうございました。いや本当に、しかしご両親の前でホームランを打って、穴吹さん親孝行ですね。そうですね、はい、福本トゥートゥーから結局ピッチャーゴロ。